ファルマン海50は第一次世界大戦の末期にフランスのファルマン社によって開発された銃爆撃機である。フランス初の本格的な銃爆撃機だったが、初飛行は1918年で部隊への配備が第一次、世界大戦に間に合った機体は少なかった。日本陸軍では1921年フランス軍が使用した中古の機体を購入したが、これが 陸軍初の正式銃爆撃機となった。ファルマン海50第一次世界大戦の後期になると、各国型初の銃爆撃機を開発していたが、フランスでも、ファルマン社が1918年に、総発の銃爆撃機海50を開発した。長大な主翼を持つ服用の総発機で、エンジンナセルは上、翼と下翼の間に設置されていた。 核型の胴体の機種部分に開放式の操縦席があり、爆弾は胴体と主翼の仮面に喧嘩した。フランス空軍ではすぐに部隊配備を始めたが、数機が夜間爆撃機として部隊配備されたに過ぎず、対戦中に戦果を上げることはできなかった。生産開始間もなく終戦を迎えたため、生産機数は100機に満たなかった。戦後、 フランス空軍で利用した機体は1922年頃に退役したが民間の旅客機として利用された方は1920年代後半まで使用されていた。フランス以外では日本とメキシコに輸出された。本格的な総発を上がった爆撃機を予防していた日本陸軍は当時配備されていた多くの機体の供与元であるフランスで機体を調達することにした。しかし、 その頃のフランスには新規開発中だったファルマン海60旅客機の改造爆撃機以外に適当な機種がなかったためやむを得ずフランス軍で使用した海50の中古の機体を海60配備までのつなぎとして使用することにした1921年に5機の機体を購入し陸軍航空学校に配備し同年12月に定式1型爆撃機と名付けられたしかし 性能的には見るべきものはなく、また、フランス軍の中古の機体だったことによる機体各部の摩耗が激しかったことから、海60をとにした、定式2型爆撃機が配備されるようになると本機は、早々に退役した。ありがとうございます。